あとそうだ、補足っちゃ補足ですけど、さっきね、コロカラの方の説明のやつで、普通のやつでね、イヤホンと、十分なパケットって言ってましたけど、もう一つ、これ、バッテリー、大きいの持ってきておいた方がいいですね。今回うちもちょっと一番、家にある一番大きいやと思ってきといたんですけど、まあ、動画の撮影とかもこっちでやるんでね、バッテリー使うかなと思ったんで、持ってきてたんですけど、いやー、これはね、食いますよ。かなり、通信を食うということは、それすなわち、モバイルの電池も持ってかれますね。だからそれだけちょっと気をつけておいた方が良さそうですね。うん。まあ、京都やったらでもなんか、充電の貸し出しのやつとか駅とか行ったらあんのかな？よくわからんけど。うん。まあ、とりあえず、天一行こう。